こんにちは、しげしげです。チャレダンレベル10、貴族正教化、こちらを覚醒ラファエルパーティーでやっていきたいと思います。はい、パーティーの詳細は概要欄の方からご確認ください。で、まずバトル1なんですけど、ウェルドールにアシストしているバルファルクのスキルを使って、ターンに余裕がありますので整地していきます。整地というか、まあドロップを近づけておくだけでもいいかと思います。覚醒ラファエルのリーダースキルでね、残りドロップ数のことも気にしなきゃいけないので、結構つなげるようなパズルを意識していくといった感じのことが必要になってきます。はい、しっかり色決めてね、4個以下にできればめちゃくちゃいい火力出ますので、気をつけるのはそこだけかなと。で、バトル2ですね。ここで根性持ちかつソース時間を奪われてしまうので、これをね両方一気に解決できる、転生ハーデスのスキルを使って倒していきます。まあ、一応ディノバルドがいるので、追加攻撃でも倒せるんですけど、まあどうせね操作時間の上書きも跳ねられるので、これで組んでいきます。で、バトル3、ここがかなり HP の高いところです。まあ2発ぐらいでね倒せるので、しっかり組んでいきましょう。で、ハーデスのスキルの効果で操作時間も5ターンの間伸びてますので、かなり落ち着いて組んでいくことができるっていうのも、まあ2回で転生ハーデスを使う理由の一つかなと。結構その残りドロップをね気にしながらパズルを組んでいくっていうのが、まあ大変なところではあるので、はい、かなりね転生ハーデスいいスキルだと思います。で、まあこんな感じでバトル3も OK ですね。で、ここ回復しておいてください。まあ3万ぐらいあればいいかなと。で、バトル4ですが、ここで覚醒ラファエル1回目使います。で、ロックドロップは必ず全部消しに行ってください。はい、これでまあ、キー消えてないんですけど、まあ、ラグドラの闇のね、闇の方もキラーが乗っかりますので、これで倒すことができます。はい、で、ここのロズウェルですね。まず1ターン目、暗闇解除しながら爆弾を処理します。はい、とりあえずこんなもんで大丈夫です。で、上から2段目と3段目を変えてきます。ただ覚醒ラファエルは4色あればいいので、まあこんな感じでもね、がっつり変えられちゃっても、まあほぼほぼ残るかなと。残らない場合は同様に耐久をしていきます。自動回復もついてきますので、まあね、それなりに耐久できるかと思います。はい、で、問題はここですね。一発が大きいので、まあ、普通には受けれませんと。はい、一ターン適当にやり過ごして、2ターン目で覚醒ラファエル2発目を打ちます。で、まあ、適当に消してあげて、攻撃を受けた後にもう1コンボ適当にやってあげます。まあ、ドロップ数とかね調整してあげるのが一番いいのかなという感じで、この半減を使ってきた時にしっかり組んでいきます。組めれば倒せます。はい、OK ですね。はい、で、ボスバトルなんですけど、覚醒無効が飛んできます。で、根性持ちなので、ここはディノバルドの追加攻撃を使って倒していきます。はい、ディノバルドにアシストしていたメルのスキルと、あとラグドラにアシストしていた緑おでんのスキルですね。これを使って、まあ、右端に寄せた方がいいかな。回復を右端に寄せつつ、残りドロップ数これギリギリになるかな。
はい、まあ、こんな感じで組むことができれば、まあ、ラグドラのキラーも刺さるのでワンパンすることができます。といった感じでクセラファエルでもクリアできますので、ぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。